じゃのこと。一丁手柄を立ててくるか。急いで光月城へと向かうぞ。待ってください、勝久様。まずは奴らの砦を制し前線を押し上げる。全軍進め。光秀と力を合わせて勝久様を助ける。足引っ張らないようにしないとな。ではすごく強くなったのに、俺はまだこのままで本当に雨子を救えるのか。今は引くしかないか。だがこれで終わりと思うなよ。お見事にござった。散るがよい。砕けよ。我が聖堂を阻めるものか。ここは引くほかあるまい。上々の戦果、あなたも当然か。砕けよ。とやっせいよ。砕けよ。聖堂を阻めるものか。耐えきれん、引かせてもらう。ふざけよ。聖堂を阻めるものか。ここは引くほかあるまい。お見事にございますな。そこの武者、わしに付き合い。砕けよ。恨んでるのか。いや、今は気にしても仕方ないが、
先へ進もう。この気を逃すな。一気に攻める。カイジ。勢いのまま毛利を攻め崩して光月城へと向かおう。砕けよ。散るがよい。よっ、ふん、砕けよ。せいや。行け、忍び。雨子を闇に沈めてしまえ。何やつ。うわあ、だ、誰か。不可なし、参れ。砕けよ。見事にござった。来たぞ。者ども、撃て。砕けよ。止められたか。この状況、どう切り抜ける。何？光秀が攻められて。ジャメ、これを企んでいたのか。開門。勝利のために光秀の力は欠かせない。今すぐ助けに行かないと。鉄砲隊を倒して光秀を助けよう。Yeah!
切り抜けられたか。これより一層フルートしよう。ここは一度引く。弓兵よ、奴らの足止めは任せたぞ。弓兵が控えていては進軍がままならない。進路を変え、南西砦から光月城へと向かう。確か光月城には裏道があったよな。それを使えば気づかれず進軍できるはずだ。せい、砕けよ。くそ、どけ。早くあのことを伝えなきゃならねえってのに。民兵が襲われてるみたいだ。見過ごすわけにはいかない。助けに行こう。道久様がいねえ。まさか裏切ったんじゃ。やってられねえな。俺たちも引くか。道久が裏切るなど到底信じられぬ。毛利の策なのだろうか。好機だ。いざ攻め入ろう。が城内に援軍はまだ到着せぬのか。震え上がれ。敵将清めてやったぞ。震はなんだか。俺は確かに見たんだ。道久様が怪しい奴らに砦に連れてかれるのをな。道久様が震え上がる。なんて卑怯な手を。開門。道久の拉致が嗅ぎつけられたか。鼻の利くやつらめ。味方が頑張ってるみてえだな。よし、おいらも張り切らねえと。勝久、お主の首は毛利繁栄の供物となる。見くびるな。たとえ私が散ろうとも、雨子の執念決してついえはしない。平門。おじい様の命により開門いたします。開門。兄上、皆、私は無事です。ご心配をおかけしました。開門。道下様、裏切ったわけじゃなかったのか。俺たちすっかり誤解しちまってたよ。道下が無事でよかった。それより一層フルートしようか。おじい様は全てお見通しなのです。これより先には行かせませんよ。平門。シーンがここまでか。おお、やりましたね。お相手いたす。染みたか。よっ、よっ、敵将
清めてやったぞ。力及ばすか。なんと見事な。及ばずか。お見事にござった。と砕けよ。と崖上に弓兵が。これでは進めぬ。秀を城へと進ませないと。砦の敵は俺たちの残りの将で引き受けよう。この場は任せた。俺は城へと向かう。にござった。よしよし。行きますよ。我が聖堂を阻めるものか。侵入を防ぎませんでしたか。開門。俺には俺のできることがある。このまま自分を信じて突き進むぞ。我ら再び水産。今度こそ奴らに一泡吹かせてやるわ。おいてめえ、その首ここに置いていけ。兄上、私の力お貸ししますよ。父上のもとへは行かせないさ。
が病んだか。では進軍する。まずい。敵の増援を元就と合流させるな。見事な砕けよ。とっせやっとやっとやっとやっやっやっと我が聖堂を阻めるものか。耐えきれん。引かせてもらう。お見事にござった。この地を離れ、播磨攻めに参じようとのこと。そんな…でも、光月城まであと少しなんだ。信長様の命でも、俺はまだ戻れない。光月城はもう間近。迅速にことをなせば、播磨への参陣が間に合うだろう。ならば俺は、鹿之助の思いを尊重したい。全軍、速やかに毛利を討滅せよ。弱っちいのは俺の方かよ。ああつまんねえ。私では至らないというのか。勝久殿、ただいま参りました。鹿之助、俺は着いたぞ。お前も早く向かってこい。開門。わし自らほふってやろうぞ。撤退までの刻限が迫っている。
急ぎ勝久殿をお助けせねば。急げ。貴様らは目障りなのだ。毛利の繁栄のためこの地で散れい。面目次第もございません。恐ろしきものとは討ち死に。やった。